FNP-90 は、ベルギーの FN 社が開発した PDW である。短期間銃の一種ともされる。人間工学に基づいた設計が行われている。標準装備の MC-10 から80工学、照準機 P-90 は、通常の短期間銃とは違い、既存の拳銃弾を使用せず、小型。発表当初は機械化部隊や広報部隊など、装備や任務の面から、 自動小銃などを標準装備しない、あるいは装備しづらい環境にある兵士が、後方浸透してきた敵の破壊活動などにも対処、できる軽便で強力な自衛用火器とされていた。しかし、冷戦終結後に、大テロ戦争が増加し、近距離での戦闘に適した火器の需要が高まった、ことから、むしろ建物などの閉鎖空間において活動する、各種特殊部隊用の火器として位置づけられてきている。 PDW という概念が浸透していないことから短期間銃の一種として分類される場合もある。また、現在ではメーカー自身もサブマシンガンと呼んでいる。なお、プロトタイプは製品版のブルパップ方式とは大きく異なり、大型のトリガーとグリップが重心の真後ろに位置していた特徴的な形状だった。断層並びに装填方式は製品版と共通している。 機関部がグリップと引き金より後方に位置するブルパップ方式を採用しており、全長に比べて重心が長く、集団性に貢献している。P90 独特の断層で50発装填できる半透明プラスチック製断層を銃の上に平行に装着し、弾薬は重心と直行した状態で保持されて装填直前の断層内で90度回転し、前方を向く。 これにより、短期間銃としては、多い50発の相談数を実現したが、従来の火器とは大きく異なる装填方式であり、迅速な断層交換には、熟練を要し弾薬装填にもコツが必要であり、使い勝手が悪く操作性に関しては、非常に評判が悪い。それに対してライバルである H&KMP7 は、操作性に対する評価は好調である。左右持ち替えを考慮し、 チャージングハンドル及びセレクターレバーはどちらからでも操作できるようになっている。また、サヤも本体下部にあるサヤ口から下に向けて行うため、伊手の利き手を選ばない。しかし、空ョウが下に排出されることによって、伊手が空ョウを踏んで転倒する事故を誘発するなど、足元を不安にさせるという点がある。 一般的な P90 のモデルはドットサイト標準装備だが他にもドットサイトを標準装備していない代わりに上部にピカティニーレールが付いた TR モデルドットサイトを標準装備しているが側面にはピカティニーレールが装着されているモデルなども存在する 5.7X28mm スポーツ弾左から順番に SS195LF SS196SR、SS197SR SS 本銃は既存の短期艦銃のような拳銃弾ではなく、新規開発された 5.7X28mm 弾を使用する。これは弾頭先端の尖ったボトルネック構造で小銃用実砲をそのまま縮小したような形状となっている。同じ弾薬を使用する拳銃として FN5-7 が製造されている。 一方ライバルの H&KMP7 のサイドアームとして作られた H&KP46 は十分な性能を得られないという理由で白紙になっている。5.7X28mm 弾は昇降形で弾体も軽量で破壊力そのものはライフル用弾薬に劣るが初速型各運動エネルギーを狭い範囲に集中させることから合体に対しては ライフル弾並みの貫通力を発揮し、150メートル先のボディアーマーを貫通する。弾丸の構造と、比重から人体などの軟体に着弾した場合、内部で弾頭が乱回転して運動エネルギーを対象内に放出し、貫通せずに周辺の組織を大きく破壊するため、ストッピングパワーに優れるとされ、また、目標内で弾丸が停止することにより、 商談や貫通弾による人質や、周囲の物品への二次被害防止につながっている。弾薬の火薬量は拳銃並みであり、弾頭重量の軽さから、反動は少なく、FN 社は 9X19mm、パラベラム弾弾薬の60%程度まで、反動を軽減したとしている。月間岩子のレポートでは、22LR 弾をわずかに上回る程度と、表している。 在ペルー日本大使皇帝選挙事件においてペルー軍突入部隊の一部がこの銃を使用した。これは FN 社から宣伝用に無償提供されたものとも言われている。この事件の中継の際に本銃が映り有名となった。P90 を構えるオーストリア陸軍のヤークトコマンド隊員 P90 を所持して行進するペルー空軍の女性兵士本銃はその特徴的な形状から 多くのゲームやアニメに登場しており、最も知名度の高い短期間情となったのではないかとの意見もある。ありがとうございます。